おはようございますとか言ったらみんなで言ったっちゃう。あ、これ、4人、2、2、2、2、2。でですね。はい。では、顔を上げて、丹田に力をちゃんとこう、くとちゃんと立ち上がって、姿勢結構大事です。腰をやられたりとかなんかしますので。はい。ですか？はい。じゃあ、おはようございます。おはようございます。はい、今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日は5月の1日を読みます。はい。最初に読みたい人。はい。はい、お願いします。5月の1日で、こう、ここから。5月の1日。タイミングから。はい。5月の1日、水曜日。はい。私には向いていない。私には向いていない。食品加工会社の T 社では、4月より十数名の新入社員が入社しました。早速2週間にわたる新入社員研修が実施され、人事部の K さんは会社全体の仕組みを伝える指導係を担当することになりました。研修、じゃあ次私、はい、研修3日目のことです。1人の男性が会社を辞めたいと K さんに申し出ました。理由を尋ねると、私にはこの会社の仕事は向いていませんと言うのです。仕事の向き不向きが3日で分かるはずがないと K さんは思いました。K さんは新人時代、ただがむしゃらに働きました。今の仕事が自分に向いていると感じたのは、20年のキャリアを積んだ頃からでした。私には向かないという新人の申し出に助言ができることができないかと考えた K さんです。仕事が向くか向かないかは、現段階でできるできないとは違います。今の自分にできることは、何かを考えることが新人時代には大切なのです。入社して1年以内で退職する人が増えている昨今ですが、現在の職に就いた経緯を思い起こし、まずはやってみようという気概を持ちましょう。ということで、この結構いい話かしら、これ当たり前のこと書いてしまって、こんな感じ、はい、というので、こんなのをね、ごめん、変な宗教宗教じゃないですね。ということで、これね、実はね、ここに会社は月に1万払いよっちゃう、はい、そしたら結局こんな小冊子が 30冊来るわけ、はい、でみんなもううちはスタッフみんな読み終わりで、本当はこうやって読んでね、このことについてああとかこうとかって話す時間を本当は取らないかって一応みんなが揃った日はちょっと一応したいなと、いうことで、であとはね、逆に言えばほら毎日できんよね。できた日に例えば1ヶ月に1回ぐらい自分はこのページのこのことについてね、なんかこう感じましたみたいなことを発表し合う時間とかね、